はい、どうも監督と申します。本日もウイニングイレブン2017マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。それではですね、昨日ね、オンラインチャレンジカップの方で、ね、制覇することができなかったんで、今回セカンドスカッドで、リベンジしたいと思います。で、セカンドスカッドをね、ちょっと組んでみたんですけれどもね、なかなかちょっと厳しい感じですね。はい、まあ、結構 B、C とか中心ですからね。はい、でもまあなんとかなるでしょうということでいきたいと思います。それではね、対戦相手の方が決まりましたんでやっていきたいと思います。相手の方はレーティング630台かな。はい、やっていきたいと思います。今日こそ制覇して、まあ、昨日も引いたけどガチャ引くぞということでね。4チャレでもね、得たね報酬のガチャっていうのはね、やはりなんていうか、さあ北澤さん、オッケー、いいぞ。選手が一番気になりますか。イブラヒモビッチですね。取られた。あらばな。やっぱりフィジカルの強さ、アクロバティックなプレーが魅力ですよね。コーチーニョ、今日はコーチーニョで来てます。セカンドにね、コーチーニョを連れてきたの初めてですね。オッケー、マイボールだよ。さあ今日は得点に絡んでくるでしょうか。実はちょっと地味に体入れたりするからな。よし、いいぞ。おっと。リバプールが先日は新たに選手契約を済ませたということになります。うん、なんと、オッケー、取れる。おい、ベララビに取られた。そうですね、エージェントの存在はクラブにとってですよね。オッケー、いいぞ。実際に連れてくる選手の良し悪しは彼ら次第ですからね。ロングフィールドで狙う。おい、ブラボー。今のようなインターセプトが非常に得意ですね。しっかり読めてますよね。何気にね、ブラボーとかキーパーあんまりおれへんねんな、うち。あらば、ここは競り勝ちます。オッケー。リバプールは監督との契約について任期満了が残りますが、うん、まだ更新に至っていません。この動き、イブラのあのちょっとバック走、他に誰か連れてくる当てがあるかもしれませんけどもね。まあどちらにしても今は目の前のゲームに集中していくことがチームとして待つべし。打っていった。あ、危ねえ、危ねえぞ。これよく止めましたね。守備陣が止めててよかった。ロリス、ここで見せてくれました。オッケー、おっと危ない。打たせてしまいましたからね。危なかったですよね。おい、ノアって縦にボールを送ります。あ、チャンスやんけ。赤、遅い。あ、そう、遅いブラヒモビッチ、遅いわ。来たぞ。なんかすっごいチャンスやったんやけど。キーパーちゃう、イブラの足がちょっともう一つ遅くてな。インターセプトが得意なチームとあります。これについて今日は警戒しなければなりませんね。そうですね、適度に攻撃に変化をつけるしかないですね。オッケー、あー、落ちたよか。分かってた、実は分かってた。オフサイド臭いと思いながらもやってた。はい、ピッケ、よしよしよし、落ちんよ。イブラヒモビッチ、ボールはコーチーニョへ。ボールのどこのパス。ほい、あー、ダメか。お、取れる取れる、よしよしよし、いいぞ。おい、普通に取られどうすんねん。ここは読んでいました。いや、この柔らかいパス、グリーズマン、ああ、なんか邪魔された。そういう、オーケーオーケー、マイボ、マイボちゃうわ、全然マイボちゃうやんか。おい、取っちゃうぞ。ダメか。取っちゃうぞ。取れろ、フェリピ・アンデルソン。オーケー、ガツガツいく。シーンは見られていません。ご覧のように0対0です。オッケー。オッケー。裏へ届くか。シュートレンチです。一旦前を取る。インターセプト。ちょっと何がしたいかわからないな、今のは。テリピー・アンデルソン。カバーニ。危ね。取られた。ボールはカットです。ロドリゲスから右サイド。長友はもう向こうにおる。これや、長友、これや。いいぞ、よしよしよし、いいぞ。なんでやねん。うわ、取れへんかった。やばい、普通にやばい。あー、やられた。
先制されてるじゃない。リバプール相手に先制点をもぎ取ります。攻撃になんか全くあれがないよな。キーパーの動きを見てどう動いてくるのかイメージを任せて狙ってきましたよね。全然攻撃になんていうのリズムというかそういったものが全くない。ドルトムント先制ゴールが決まりました。1対0。得点直後の気の緩みっていうのがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。スルーパスを出す。おい何してんねんお前マジか。これはクロスバーよりわずかに上。全くなんかバックは言ってないよ。ありか。OK 取れる。あ、ちょい取れる。ジェラール・ピケ、さあ繋がるか。あかんな、わけのわからん攻撃になってるわ。ちょっとスリートップの人選間違えたな、多分。なんか攻めにくい。サイドを上がっていきます。グリーズマン、リブラに至ってはスタミナなくして持てるし、味方を走らせる。ボールを受けます。なこれ人選間違えてね、スピードないもんみんな。ボールを追っていく。セルヒオ・ブスケツ、ヌゴロ・カンテ、このボールはイブラヒモビッチへ狙いましたね。でもいける。よしよしいいぞ。同点リバプール。なんとか同点追いついた。よかった、前半のうちに追いつけてよかった。上を吹きました。つい前半が終了。はい、後半戦のやっていきたいと思います。思い切ってねメッシを使ってみました。使ってみたというか出しました。それなりにゲームに動きがありました。ボール入りましたよ。 OK いいよ、任しとけ。メッシです。はい、私がメッシだ。言ってる意味はよくわからないけど。ああ、おい、さあ繋がるか。待たれよ待たれよ待たれよ。危ない。そこまでゴール前に人が集まってしまうと、オッケー。しかも迷わなったラッキー。どうしようか、ネイマール使おうかなと思ってるけど、グリーズマン対バラン、ちょっと荷が重い。トニクロース、スペース出ましたね。いいよ。さあ左サイドへ。このボールに触ります。ムスタフィ。メッシ。ウォーカー。何してんの。みんなでピンポンサッカーみたいなやってる。あーベララビ早いな、早いじゃない、高いな。長友へ。え、取れへんやん、取れへんよ、なっとるやん。どういうことやん。キーパー、キーパー、ロリス。おい、それやめよう、それやめよう、危ないぞ。なんやこのパス。あ、スルーパスを出す。いいボールでしょ。あの、コーチに交代。いい展開ですね。縦へのボール。コーチーニョ。裏を狙っていきます。オッケーいいぞ。このパスいい感じ。さあ、シュートレンチだ。待って、取った。コーチーニョ、ナイス。よっしゃ、いいぞ。勝ち越し、リバプール。もうちょっと使うか。いや、もういいわ。やめとくわ。コーチーニョちょっとな。リバプール。オッケー。せっかくならネイマールが使えるんだったらネイマール使おう。見事勝利し得た1点です。OK、 そうですね、さすがこれは。難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。このユーとか絶対いいよ、長友ね。決めた状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んだ1点ですよね。カットです。メッシ、オーケー。前開いた。バー。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。そう。シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。オーケー。いいよ。イスコ。リバプールは交代枠をまだ一つ残しています。さあゴールに向かっていく。え、どうだった。素晴らしい守りでしたよね。よしよしよし、このままいいでしょ。キーパーだけじゃないぞっていう気迫を感じましたね。勝ちたいなこれ。うん、ちょっとでも取ってる。オッケー。抜いた。スペースへ出す。ヌゴロカンテ。よし。決まった、追加点。
よしよしよし、いいぞ。追加点、これは大きい。追加点リバプール、この追加点普通にいいぞ。よし、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく当たっていても止められなかったでしょうね、今のは。はい、さあリバプール、ちょっとちょっと、サードじゃん。リバプールとしてはこう立て続けですと勢いがありますよね。座ってる、相手チームメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。やばいね、カバーに。この位置で受ける、前には仕事させない。フリーだ、サイドを使う、もういい形ですよ。オッケー、あ、何して、ちょ、オッケーオッケー、デララビ中に入れ、助かっていい、助かっていい、でも危ない。ボールを送ります。よっしゃ、グリーズマン、ダメか。でかかったな、あの頭、あの頭、あの頭。オッケー。メッシがトップスピードに乗ったぞ。ダメか。ディバラ。オッケー、言うと言うと、いいよ。中。絶好の位置。メッシ。メッシ。オッケー。ゲット。よしよしよし。リバプール。いざ4対1。ガチャ回したいね。これで3ゴール差になります。ゴールに吸い込まれるような見事なシュートでした。そうですね。今みたいなボール移動は得意な形ですよね。結構メッシがね、ドリブルで突っかけまくってんねんけどな。シュート打ったら入るっていう。グリーズマン変えようか。え、誰かおったっけ？ペドロやおんの。ベンチにおんのな。さあリバプール3点リード。ネイマール、失敗。あ、もうええか。このまま終わろう。長いボール縦へ。選手変えようかと思ったけどな。ヌゴロカンテ、サイドのスペースへ走らせる。自分で行く。来たぞ。おっしゃ。倒された。PK。ここで PK。誰メッシ？やってしまいましたね。リバプール PK を得ました。ドカンとケロが。ここでまた引き離すチャンスを迎えています。ここここ。ホワーンと行こう。ホワーン。よっしゃ、リバプール、よくやった。冷静に押し込みました。読みがちですね。やっぱ今週メッシ絶対な、かなり使いやすいと見た。メッシ今日2点目です。まあ、いつでも使いやすいけどねメッシやからね、いつでも使いやすい。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームができてると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。ちょっとセカンドスカートでもうちょっとね、組み直さなあかんなっていう感じがしますね。長友当確にしてもあいつでかいな。長友、メッシとかこう当確としてもね、このグリーズマンまあいいでしょう。サイドのスペースを使う、これはネイマールへ。いい展開ですね。ここで丁寧にボールを扱う。コース空いた、抜けてくる、シュート。めっちゃうまい、メッシ、メッシちゃうわ、ネイマール。ごっつい個人技やな。オッケー。ここで上です。6対1。よくやりました。リバプール。皆さんよく頑張りました。北澤さん、ゲームを見返ってのコメント。最後の打席みたいな。リバプールとしては攻撃的で非常に迫力ありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、先制されたときはね、どうなるものかと思ったけど。今日の解説は北澤剛さんでした。ちょっと使いづらいかなと。どうもありがとうございました。ウィングにね、逆転で試合を守ない選手はちょっとね、なんか個人的には使いにくいかなっていう気するんですけどね。これ大丈夫、この音。これじゃね、これじゃね、これか。うまいよな、ネイマールめっちゃ。うまいというかめっちゃ使いやすい。なんかある時からすごい使いやすくなった。はい、ということで6対1、まあ大勝でしたね結果。
結局ね、まあ、ほんまにその1点最初先制されたときはさすがに肝冷やしたけど、 OK 695、もう徐々に上がっていくしかないでしょ。早く700に戻りたい。アルゼンチンいらんわ。 OK では行きますか。 OK 更新された、ナイス。 OK さあ今日も来ました、CL ラウンド16ウィーク2、ガチャ引いていきたいと思います。行きましょう。報酬なんでね、はい、あんまり苦労しないけど苦労して取ったガチャ券です。行きたいと思います。はい、苦労してんか、黒くれ黒くれ、銀はやめて、金まだまし。さあ引け、引かん、誰だー、ラミあがん、ラミラミー、でも使えんことはないと思うね、線も高いしな。はい、ということでね、まあ、今日はね、今日のところはこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。